どうも、ゆうやくの堀です。今回はですね、本当に一番要望の多かった、こちらの、ケア用品の動画になります。皆さん、やっぱり革製品買われる方、革製品の一番の良さっていうのはやっぱり使っていって、経年変化ですね、だん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 使っていって、味わい深くなっていって、そしてやがて自分だけのものになっていくっていうのが、革製品の一番いいところだと思うんですけど、結構お客様で予約の商品初めて買うけどケアの仕方、ケア方法全然わからないよっていう方が、正直、来店されるお客様の本当に8割9割ぐらいは、知らない方が多いですね。というのも、こちら前にある4つのクリーム、これ牛革のクリームなんですけど、牛革のクリームだけでも、こんなに種類があるんですね。なので、実際にどのクリームを使えばいいかわからないっていうのは、まあ、ごもっともで、なかなか、革製品に慣れ親しんでない方にとっては、自分の商品に自分の持ってる革製品にどのクリームを使っていいかわからないということが起きるので、今回ですね、実際クリームを、それぞれの、特徴をですね、きちんと解説いたしまして、ぜひとも、革製品ライフを楽しんでいただけたらと思います。で、各クリームの紹介と、実際の、ブラシと、クロスとこちらのクリームを使った、革製品のケア方法と、動画の最後にはですね、ケア用品を使った、ケアイベントのお知らせも、いたしますので、どうか最後までご覧いただければと思います。では行ってみましょう。はい、ではですね、ケア用品のまず紹介の方ですね、各商品の紹介の方をしていきたいんですけど、弊社のオンラインショップの、ケア用品の項目ですねをまず見ていただくと、こんな感じなんですけど、まずですね、分かりやすいのは、まあ、コード版とかクロコとか、いう釜のタイプですね。で、コード版はこちらのこのコード版と書いてある、分かりやすいですね、コード版の専用クリームを使っていただければ問題ないです。で、クロコでしたらこちらのこちらですね、リザード&クロコダイル専用クリームと、まあ革に対して使うクリームが、1種類しかなくて非常に分かりやすいんですが、はい、一番多いですね、牛革になると、なんと4つもクリームがあります。でですね、皆様、まあ、どれを使えばいいかっていうのがよく分からないということが起きていると思うので、今回ですね、そのそれぞれのクリームの特徴を詳しく紹介していきたいと思います。では行きましょう。はい、ではまずはですね、こちらの、コロンブスさんのブリオですね、レザーコンディショニングクリームの説明になります。はい、まずブリオなんですけど、本当にあの革のケアとか、靴とかも、全然したことがないっていうですね、本当に初心者の方に一番おすすめできる、まあ、初心者の方はまずまあブリオ買っとけば問題ないっていうぐらいのクリームになってます。で、こう質感がですね、硬すぎず柔らかすぎずっていう具合で、非常に革に塗りやすい質感になってますね。なので初心者の方にもおすすめです。でですね、非常に程よいツヤ感が出ます。なのでツヤが出すぎるのも嫌だし、あまりツヤが出ないマットな感じでも嫌だしっていう方には、まあ、ブリオがねおすすめになっております。でですね、オンラインショップ限定なんですけど、こちらのブラシとですね、こちらのクロスですね、こちらの3点セットという形で、多少お求めやすくですね、3点セットで販売しておりますんで、ケアをあまりしたことがなくて、まあ、ブラシとかクロスもお持ちでない方は3点セットを買っていただくのがお得かなと思います。は
はい、お次がですね、エイジングマスタークリームになりますね。でこちらが、販売元が、この VRP さんですね、ヴィンテージリバイバルプロダクションズさんと、製造元が、コロンブスさんになります。はい、エイジングマスタークリームなんですけど、質感がですね、かなり固めです。なので、ちょっと初心者の方とかだと、ちょっとね塗りすぎる可能性もあるので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。でですね、エイジングマスタークリームの、特徴として、まあ、名前の通りエイジングマスターって言ってくらいなんで、エイジングですね、いい経年変化を促進していきます。他のクリームと比べて塗ったところがですね結構濃くなるので、このような写真のように、これがですねお客様が、まあ、3年半ぐらい使ってるお財布なんですけど、早く色の変化を楽しみたいという方は、どん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 経年変化を楽しみたいという方はエイジングマスタークリームがおすすめになっております。でこちらですね、天然成分でのみでね作られているので、正直肌につけても大丈夫なぐらい安全なので、まあ、ちょっとそういったこともね気にされている方もおすすめのクリームになっております。はい、お次はですねこちら、クレーム1925、こちらサフィールさんが出てるクリームですね。これはですね靴のクリーム、靴磨きとかされる方は、結構有名なんでご存知かもしれないですね。こちらメインは、靴に使うクリームなんですけど、うちの商品にも使えちゃいます。で質感なんですけどこんな感じ、ブリオほど柔らかくもなく、エイジングマスターほど硬くもなくっていう感じの質感ですね。結構でも柔らかめですね。でこちらがですね、まあ、本来ね靴にも使えちゃうクリームなんで非常にツヤが出ます。やっぱり革靴のクリームは、まあ、ツヤが出た方が、ドレッシー感ホームラン感が出てやっぱかっこよくなるので、かなりですねこちら財布に使ってもツヤツヤになります。なので本当にとにかくツヤが欲しい方はもうこれ一択かなと思います。でその分ワックスが残りやすいんでしっかりと、から拭きをしてですね余分なクリームを取ってください。でこんな感じで色の種類も豊富です。なので補色とかも、自分でねしたいって方は色近い色選んでいただいて、使っていただければなと思います。なので革靴とかのメンテナンスとかねケアを結構される方は財布と併用で使えちゃうので、これ買っておけば両方ですね靴も財布もできちゃうというクリームになってますね。でこちらも、天然成分を使っているのでそこら辺気にする方もご安心くださいといった感じですね。はい、そして最後ですね、レザープロテクションクリームですね。こちらユニタさんから出ております。はい、でこちらなんですけどもちょっとね今まで紹介した3種類とはちょっと変わっていて、こういうボトルタイプなんですけど、こちらがですね皮の中から浸透させて皮を守るというですねクリームになってます。こちらまずですね質感が一番こういうシャバシャバして水っぽいクリームになってますね。なので初心者には正直難しいかなというクリームになってます。で、まあ、塗るときはこのまま一気に塗っちゃうと、まあ、シミになってしまうので、まあ、ちょっとこういう感じでなじませてもらってから代わりに塗ってもらうっていう感じなんですけど、こちらですね顔の中から膜を張って汚れとかね、シミとかから守るっていうクリームなんですけど、普段毎日同じ財布同じ革小物を使ってる分には、まあ、手の油分で、あまりカサカサにはカサカサ状態にはなりにくいんですけど、例えばね、使わずにずっと放置してたとか、いろんな財布をローテーションでバッグとか財布とか、ローテーションで使っていて、使わない期間が多くてカサカサになっちゃったとかいう時には、これで結構復活させることができます。カサカサのですね革にこれを浸透させると一気に皮が蘇ったりするので、まあ、おすすめの使い方としては、
これ持っとく分にはすごいいいんですね。なので普段のケアは、ブリオとか他のクリームで日々月1ぐらいやっていただいて、で年に1回ぐらいこれで栄養を与えてやるという使い方だと非常にコスパもいいんじゃないかなと。値段もねこれが一番高いので、そういう使い方いただくといいかなと思います。はい、ではですねお次は実際にですね、こちらのお財布を、オンラインショップにも売ってるですねこちらの、3点セットを使って実際にケアをしていきたいと思います。はい、ではですねまず最初の工程としてこのブラシを使ってホコリとかですね汚れを落としていこうと思います。で、このブラシない方は次の空拭きの工程に行ってもらって大丈夫なんですけど、革靴とかですねケアされる方は馬毛でもブダ毛でもこれホースブラシ馬毛使ってますけどどちらでもあれば大丈夫です。革靴は絶対これ革製品は絶対これっていうものはないのでとにかく革用のブラシがあればそれを使っていただいて大丈夫です。でなぜですねまずブラシでやった方がいいかと言いますと要はこのステッチですね、今これは実際に使ってるものじゃないんであれなんですけど、どんどん日々使っていくとですねこのホコリとか汚れがこのステッチのですねこの溝の部分に詰まっていってちょっと布の軽拭きでは落ちにくくなっているのでこういうブラシとかでまず落としてきれいにするっていうことが大事になってきます。特にこういうですねステッチのところを念入りにブラシで、あとはこの皮のキメを整えるためにも全体的に軽くやっていきます。はい、そしてお次はですね、このクロスを使った、軽拭きですね。で、このクロスが、ない方は、綿100の使い古した T シャツ、もう捨てる寸前の本当に繊維がほどけて柔らかくなっている T シャツで代用できるので、もしこれこういうクロスない方は T シャツでやってもらって大丈夫です。で、この空拭き、この空拭きがなんでこれ大事かっていうと、正直、このケア方法で一番重要といっても過言ではないぐらい空拭きは重要なんですけど、このですね空拭き結構強めに皮を鳴らすようなイメージで空拭きをしてもらうんですけど、皮にちょっとした傷とかあった場合ですね、要はですね皮がこう平面になっている状態が、普通の状態で皮がちょっと白っぽい傷になってる、皆さん見たことあると思うんですけど、その状態っていうのは皮がこうギザ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 と荒れてる状態なんですね。でその状態でクリームを塗ってしまうと、そのギザ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 ってなってる荒れてるところにクリームが浸透しすぎてしまって、で水染み、クリームのシミになってしまうということが起きやすいんですね。なので、ちょっとした傷もちょっと見えない小さい傷とかもできれば空拭きで、平面にならしてあげるというので、空拭きの作業というのは、クリームを塗る際の、シミを防ぐためにも重要な工程になります。結構ですね空拭きをするだけでもツヤは出てくれるので、なんで毎日のお手入れとかは空拭きだけで大丈夫です。はい、ではですね、いよいよクリームを塗っていきたいと思います。で、クリームなんですけど、今回ねこちらのブリオで塗っていくんですが、クロスでオンラインショップではクロスを使って塗ってる説明が書いてあるんですが、今回せっかくなんで、指で塗っていきたいと思います。で、指でやることのメリットとしてですね、塗った時にこの実際にクリームが皮に浸透してる感覚っていうのは指の方がやっぱりダイレクトに伝わるので分かりやすいですね。なので、指でやった方が個人的にはいいかなと思います。取る量なんですけど、
当に最初は本当にもう本当に少なく一気に最初に塗ってしまうとどうしようもなくなってしまうので、本当に最初本当に最初こんぐらいからスタートしてもらって、で塗るところなんですけど、見てもらうと、この端の部分っていうのが一番色が濃いのが分かると思います。でこの真ん中のこの部分が色が淡い色ですね。見てもらうと分かるんですけど、まずはこの端っこの部分から塗り始めてください。実際にこのつける量っていうのは色が濃い方が、失敗しても目立ちにくいので、最初からここら辺に行かないで、まずここら辺の端っこの部分から塗って感覚を確かめていってください。塗るときはこういうですね、円を描くようなイメージで全体的に薄く広げていくような感じですね。今回塗ったところと塗ってないところ、分かりやすく比較するためにこの半分の面だけ塗っていきたいと思います。こっち側は塗りません。こっちですね、こっち側を塗っていきます。で手で塗るとやっぱりですね、この塗ってる箇所と塗ってない箇所がこの感覚がですね違うんですね。なんで塗ってる箇所と塗ってない箇所が、非常に分かりやすいので、初心者の方ほど手で塗った方がいいかなと個人的には思います。でこの指で塗っていってちょっと滑りが悪くなってきたら、実際に塗り切れてる証拠なので、はい、ここら辺で全体的に塗れてますね。結構クリーム塗ったところが、ツヤがもうすでにあるのがお分かりでしょうか。でこっち側がクリーム塗ってない方で、こっちが今塗った方ですね。結構こう見るとツヤが復活してるのが分かると思います。またブラシで軽くクリームをより中に浸透させるイメージでブラシをかけていきます。から拭きしていきます。クリームを余分なクリームを拭き取る形ですね。で、注意点としては、さっき、一番最初にから拭きをした面とは違う面を使ってください。そうすると、またね、次にケアするときに、クリームがついたところでから拭きをしてしまうことになってしまうので、最初にから拭きをする面と、このクリームを引き取る面は違うクロスでも違う面でも使ってください。はい、ではですね、ケアし終わりました。こちら側、左側がクリームを塗った面ですね。こっち右側がクリームを塗る前の面ですね。ちょっと動画ではですね、分かりづらいと思うんですけど、ちょっと右側がちょっと乾いてる感じがあって、左側がツヤを取り戻してる感じが分かりますかね。で結構肉眼だと全然違うんですけど、こんな感じです。ちょっと右の方がパリパリ感がやっぱり、塗ってないのが見えるかなっていう感じはしますね。はい、
以上になります。本当に、まあ、1ヶ月2ヶ月に1回ぐらい、このケアをですねちゃんとするだけで何年後綺麗にエイジングするかっていうのは本当に違ってきますんで、ぜひともですね、ちょっとめんどくさいなという方も、愛着を持って、皮をですね育てていただくために、メンテナンスしていただければ幸いです。はい、そしてですね、冒頭にもお話しした、ケアイベントのお知らせになります。来週のですね月曜日、19日からですねから、1ヶ月間、ケアイベントを開催いたします。でどういうことかと言いますと、日々ですね、予約製品、お使いいただいているお客様に、感謝の気持ちを込めまして、お客様のお持ちの予約製品1点ですね、こちらのケア用品をお使い、使ってですね、実際に、店舗スタッフ、私も含めて、無料でケアさせていただきます。バッグとかシューズとかちょっと時間のかかるものは今回はなしなんですけど、革製品ですね、1点、無料でやらせていただきますので、ぜひですね、この機会に、足を運んでいただければ幸いです。動画見てもちょっと最初自分でやるの不安だなとかいう方はぜひ、お店に来ていただいてですね、一緒にケアの方法を学んでいただければと思います。お客様の、予約商品を、ケアさせていただくと同時に、もちろん、お教えしながら手順もきちんとお教えしながらですねやらせていただくので、実際にこちらに来ていただいて、ケアの方法を学んでいただくっていう形もありなので、ぜひご利用いただければと思います。でもちろんですね、こちらの、ブラシとか、このクリーム、今回紹介したクリーム全部お店に置いてますんで、実際に、この講座ですねケアイベント終わった後に、実際にクリームをご購入いただいてご自宅でケアしていただくという形でやっていただければご利用いただければと思います。期間中、オリジナルブラシの販売も行います。こんな感じのブラシですね。でこちらブラシご購入いただいた方にちょっとこれまだサンプルなんですけど、ここにあの油白って入れた、こういう、まあ、クロスとかね一緒に入れておけるようなもう少し大きいサイズの巾着もつけて、販売しますので、ぜひですね、ご来店いただいた際には、こちらも気になる方はご検討いただければ幸いです。はい、いかがだったでしょうか。まあ、見ていただいた通り全然難しくないんですよね。で、別に僕だからできるってわけでもないので、本当に、皆さん誰でも簡単にできちゃうので、ぜひですねこの動画を、ケアするために、わからなくなったら、見返していただいて、参考にしていただければと思います。で、それでもやっぱりちょっと最初は不安だなっていう方は、先ほどお話ししたですね、ケアイベントの方に、こちらに、足を運んでいただいて、実際にですね、ケアの方法を学んでいただいて、ご自宅に帰っていただいて自分で、ケアをしていただくという形で、役立てていただければと思います。ということで、今日もですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも、皆さんのお役に立てる動画になっていれば幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。